はい、じゃあそれではこの動画ではポイントコア講座今年開校のポイントコア講座のガイダンス講座の説明の方を進めさせていただきますまずこのポイントコア講座というのは、まあ、論文ですね予備試験の論文対策向けの講座ということになりますですので一、まあ、回なんかインプットという形である程度学習が進んできた方が論文の試験問題を解いていくにあたって、まあ、必要な知識であったりとか、まあ、考え方といったものを体系的に、まあ、集中的に学習していくという講座になります でで、すのでこちらのポイントコア講座については、まあ、レックで入門講座を学習された方だけではなくて、まあ、いろんなところで,です、ね、インプットを一通り終わらせてそれで実際予備試験の論文対策に向かっていくにあたって、まあ、正確な知識がしっかり入っていたかどうかというところを、まあ、スクリーニングをかけていくというようなが中心ということになります。でまずこちらですね。 えー、このポイントコア講座については開講がですね12月の6日ということになっています。で、えー、内容としてはですねまあ、最初に内容の方この講座概要というところでまあ簡単に、えー、説明していきますとまあ、やはり予備試験の論文対策という観点からするとやっぱりその事例問題にどれだけしっかりと対応できるかというところが非常に強く出てきます。で特にま近年ですと過去問の出題というのがやっぱり非常に多く出ています。えー、過去問で過去に出題されたものがまあ、司法試験予備試験とは まずま焼き直すという形であるとどこをやるかもしれませんが、まあ、そこの対策をしっかりしていることを前提にやっていればまあ、十分え、食らいつけるような問題というのが多く出ています。で、まあ、そのような中でまあ、過去問もそうですしま、出題内容としてもそこまでですね。あの高度なものが問われているというよりはまあ、基本事項からまあ標準的な事項についてまあ、どれだけ正確な理解をしているかというところが問われます。まあ、この正確な理解というのは？ そのなんとなく分かってるとか、まあ、もしくは、まあ、問題の所在は分かるんだけれども、それを事例の中に使いこなせるっていうレベルにまだ至っていないという場合では、やはりどうしても差が出てきます、まあ、予備試験の論文式というのは、まあ、どうしても担当式を受かった人が受けていくわけですよね。で、担当式受け,受けて受かった人の中で、だいたい20%弱ですかね、例年の合格率だと20%切ってきますけれども、まあ、その中で上位、まあ、20%弱の中に入っていかなきゃいけない。 でとなってくると、出題されるものもね、えーまあ、一部例外はありますけど、木をてらった問題がまあほぼない、えーまあ、真っ向から実力を問うものが出題されているということであれば、どれだけ正確にこれまでのインプットしてきたものっていうのを抑えられているのかということを、まあ、スクリーニングしていく必要がある。で、えー、このポイントコア講座の中では、そのスクリーニングというところをとにかく重視しています。えーまあ、このように、まあ、特徴としてはまあ予備試験の論文に特化した形ということになりますけれども、まあ、入門レベルの知識を前提として、まあ、予備試験の 論文の出題傾向に特化する形で行っていきますでこの際に学習で使ってちらの方はですね私の入門講座であったりとか、まあ、合格度の作成講座の中でもそのサブ教材というかなしっかり覚えてほしいものについて私がまとめたものという形で作っているものなんですけれどもこちらをベースに講義のスタイルでその一つ一つについて、まあ、試験での問われ方であったりとか、まあ、具体的に論述をするにあたってどのようなところをね意識して書かなければ なければならないのかということをまあ、100時間ですかね、えー、約100時間使って、えー、集中講義は、まあ、チェックシート講義というのを行っていきますで、特にチェックシートについてはですね、えー、こちらの方ですね、えー、このチェックシート自体はまあ、問題の所在であったりとかまあ、規範 まあ理由付けそれからまあ事例処理方法を集約した形で整理したものになりますでこれをただ単に覚えていくのであればどうしても単なる暗記になってしまうで実際使えるかっていったら論文の本番なんかでは、まあ、実際どういうふうな形で使っていかなきゃいけないのかとかあとは場合によっては項目間の関連性ですよねこの事項とこの事項っていうのがまず結びつくでもしくはある事項について論じた後に必ずこちらの方も検討しなきゃいけないといったように、まあ、ある程度論点であったりとか重要事項の相互関係み みたいなものっていうのはまあ、どうしても独学では、えー、なかなか難しいで、そこの部分を講義という形式で、えー、まあ、情報集約していきますですのでチェックシートに書かれていること以外にも、えー、チェックシートの中で、えー、関連事項として重要なことについてはまあ、どんどん情報を集約していきます、えー、ですのでまあ講義の中では、えー、まあ、チェックシートを使って、えー、解説を進めていくんだけれども講義が終わった段階ではまあ、ある程度その 講義内容にに関連すすることが書きき込ままれてていいく形になっていきますでそして最終的には一元化された情報ツールというものが作られていくというのが、えー、このチェックシート講義の特徴ということになります。で特にチェックシートに関してはですね、えー、まずサンプル的なところで、まあ、民法のちょっと出しましたけれどももともとはこういうふうな形でまあ項目ごとに まあ左でまあ抑えるべきテーマ、右側のほ、えー、まで、あ、覚えなきゃいけない規範があれば覚えなきゃいけない規範、えーまあ、もしくはまあ判例上考えなければならない、えー、チェックしなければいけない点であったりとか、まあ、場合によってあと判例の理由付けであったりというのが、まあ、ある程度こういう形でまとめてあります。で実際にこのチェックシートを使いこなすという目的は、単なる暗記ではなくて、まあ、自分なりにその論述に関してはまあ伸縮する必要があるわけですよね。ででききるだけけたくさんののことを書かななゃいけないのであれば理由 基本的に充実しなきゃいけないし、まあ、場合によっては問題の全体の中でそこまで重要ではない、もしくはここは、まあ、端的に論じればいいようなところについては、まあ、ある程度圧縮して論じなきゃいけない。でそうすると 実際に、まあ、パッケージとして覚えていったとしてもそれを使いこなすというトレーニングというのはやっぱり自分の頭の中で、ね、繰り返さなきゃいけないでそうすると、まあ、チェックシートの中で、まあ、覚えていったものもしくは理解していったものというのを、まあ、論文の中でどうやって使っていくのかということを、まあ、いわゆる論述の伸縮というトレーニングもできるように、えー、まとめてありますで特に講義の中では、まあ、こちら、えー、もともとチェックシートはこういう,ような形の講師状になっているんだけれども、えー、講義の中ではこういう,ふうな形で、えー、それぞれについて まとめた講義用のテキストを使っていきますで講義用のテキストという形で、そのチェックシートに書かれているものがまとまっているあの、そのものを再構成したものということになりますがで、その中で、例えば書き込みが必要な部分とかについては、私が講義の中で書き込みをしていきますで。こちらはデジタルテキストの形での書き込みということになりますので、もともとはですね、まあ、こういうふうな形で、まあまあ、真っ白な状態っていうんですかね、えー、真っ白な状態で えまあ提供されるものをこれをまあ講義の中で説明をしていきながらえ相互の関連性みたいなものを説明していくということになります。で、この中でまあ書き込まれたものについては、先ほどあったようにえまあデジタルで書き込んでいきます。で、デジタルで書き込まれたものについては、こちらの PDF という形でえまあ提供されることになります。ですので、講義の中でまあ書き込むのにね、えー、結構頭がいっぱいになっちゃうとか、まあ、もしくは聞くのと書くので両方とも大変だっていう場合には、とりあえず講義の中では受講するということをまあ最優先でえ理解納得する。 といいを最優先にしていただいてで後日、入ってきたものをですね、えー、後日 PDF としてこの書き込まれたものっていうのを、まあ、実際ご,ご自身のお手元に置いて、まあ、必要な情報を集約していくということもできると思います。であとはですねこれ配信のタイミングにもよるんですけれども、まあ、生講義、えーまあ、生講義だったり、ズーム講義の場合ですと、まあ、後日、えー、これがレジュメという形で出ていきますけれども。まあ、もしあの受講されるタイミングで 生講義よりも少し遅れる形であれば、まあ、前もってこちらの方が入手されている状態ですかね、えー、前もってデジタルテキストで書き込み済みのものというのが、まあ、提供されている状態、まあ、こういうふうな形でまあ提供されている状態で、えー、まあ実際お手元に置いてですね、えー、講義、受講することもできますので、まあ、このチェックシートに関しては、えー、今年はそのような形で進めていきますので、えー、ぜひこれは活用していただければと思います。で特にああのやっぱり、 その全部をスクリーニングするっていうことがやっぱりすごく重要なんですよね。あのまあ、言ってみれば ほとんどの人が解ける問題をやっぱり落としてしまうっていうことがやっぱり、まあ、予備試験の論文の中では一番もったいないところで、まあ、どちらかというと標準的以上の、まあ、標準的な内容について、まあ、皆さんが書けるものを確実に全科目書いていくというのが、まあ、予備試験の、えー、特徴になりますですから尖った、えー、その上位答案を目指していくというよりはしっかりと外さない答案を書いていくでその前提としてじゃ外さない答案の中で大切なことっていうのは、まあ、言ってみれば皆さんが書けるものを書き負けない ように正確な理解をすることそしてもしても理解に不十分な点があった、まあ、場合にて誤解していたというような内容があった場合それを直ちに修正することこれが必要になってきますですのでこの100時間の講義ですね論文の100時間の講義の中ではこのようにチェックシートの解説というのを中心に進めていきますでそして今年のポイント講講座では論文の書き方編というのも扱っていきますこれは去年もあったんですが去年は 直近のカテゴについて、まあ、私の方の講師答案を出しながら実際チェックシートで使った知識をどういうふうな形で、えー、答案化していくのかということを、まあ、目に見える形で、えーまあ、約1時間かけていた、えー 1> 各1問ずつ、ですねその直近の過去問でどう書くべきなのかということを公私答案を提供しつつ説明するというような内容だったんですが、あ今年からはですねこれに加えて全過去問、ですねべての過去問について高速でスクリーニングをしていくということもやっていきます。大体ですけれども 過去問の内容にもよりますけれども、まあ、平成23年から始まっていますから、まあ、令和4年の過去問までということになるともう12年になりますからね12年分の過去問が蓄積されてますからその過去問で問われていたこと、まあ、もちろんこれは事前に分析をしているという前提になりますけれども、まあ、事前に問題の目を通していただいて問題検討していただいた上でじゃあこの問題で書かなきゃいけなかった、まあ、言ってみれば論点であったりとか拾わなきゃいけなかった着眼点であったりとかそういったものを一 1> 1回の講義でスクリーニングをかけていきますですから、ものすごい高速になります。まず、直近の令和4年の問題については、1時間かけてじっくり解説をしていきます。ですので、それでしっかり答案の各科目ごとの書き方であったりとか、実際私がどういうふうに答案化するのかという思考過程をお見せするということになります。で、合わせて答案の中でどう表現するかということもやっていきます。で、それと合わせて令和3年から平成23年までのところについては、高速で落としてはいけないもの。で、これはチェックシートとの 対応関係ですかね、えー、ど,どのようなところが抑えられていればいいのかということが、えー、解説をしていくということになります。で、まあ これは法律科目7科目とそれから実務基礎科目で過去問講義編ってありますけれども、まあ、実務基礎科目に関しては、えー、この論文の書き方講義については、えー、直近の過去問をじっくりやるにとどめるという形になりますどうしても、えー、実務基礎科目の場合には知ってるか知らないかみたいなところであったりとか、まあ、民事訴訟法民法刑事訴訟法刑法といった、えー、その基本科目の内容をそのまま聞くことっていうのも多くなるのでその点ではスクリーニングの意味っていうのがあまりないんですよねその前,前年度のでこれであるならば、えー、その部分をしっかり基本7科目の の方にに時間を割いていいいててるという形になっていますでもちろん実務基礎科目はもう過去問を起案することと過去問を解くことの重要性というのはものすごく大きいです。ですのでそれはあのしっかりやらなきゃいけないんだけれどもそこはも、ま、う、あ、この後ご説明しますけれども答案を実際に書いて検索、ま、を受けていくというその過程の中で実務基礎科目というのは徹底的に学習していくということになります。はい ということですね。だどうしてもその実務基礎科目プロパーの問題っていうのはね。そのチェックシートの講義の中でほぼ完結していきますので、あとはもうあの過去問をとにかく検索を受けていくということになります。で、この過去問添削についてはオプションということにはなっていますが。が、えー、基本的に。 すべ、えー、ての問題ですね、あのなぜ基本的にといったかって選択科目だけはちょっと過去問がないので、えー、今までの予備試験の過去問の令和4年から平成23年まで、えー、12年分ですかね、えーで9、9科目ということになりますが、108すべてについて過去問の添削がオプションで付帯していますで。これは理由があってですね、やっぱり書いてみないことには始まらないっていうところがあるんですよね。えーなので この実際、書く機会というもの、で今年は今までは去年は、書去問のえ提出というのは、一番最後のいつでもいいですよという形で、ある程度時間的なゆとりを設けていたんですが、どうしても書かないで終わってしまうということもありえますので、こちらについては、毎科目ごとに期限をつけていきます、今年はは。ですから、民法であったりとか、商法であったりとかについて、この日までに、この日までにという形で、起案の提出期限みたいなのを設ける予定です。そのの提出期限中で実際に案 していくそうすると、まあ、ポイントコア講座の、えー、カリキュラムが終わる段階で全108通の、えー、答案の起案、えー、それから、えー、添削によるフィードバックが受けられるようになっています。 スクリーニングをする理由というのはなぜかというと、これからもし初めて書かれるとか、本格的に論文を書くっていう場合だと、どうしても何を書いていいのかっていう、その出発点のところでずれてしまうと、その論文の書き方であったりとか、まあ、もしくはその事実の評価とか、そういうところ、以前のところで、えー、もっとちゃんと拾って、あの論点をちゃんとね、把握してくださいみたいな形の添削になってしまう。でそうすると、結局知ってるか知らないかっていうところだと、結局それは、その添削を受ける、まあ、メリットっていうのが一部やっぱり少なくなってしまう。 というところもありますので、えー、この「過去問講義編」の中ですべ、えー、ての過去問について、まあ、拾うべき方向性ですよね。 こういうふうな争点、論点の問題が出ていたという方向性を示して、それをまあ頭の中で入れていただいて、その上で実際に起案をするという形で、自分のその上で起案をした場合、自分の理解が正しくなかったりとか、理解してもなお、十分に表現ができてなかったところ、もしくは理解が不十分だというふうに判断されたところが出てきますから、そこを潰すことによって、本当の効率的な過去問学習というのを視野に入れているということになります。 で一応このように、ですね今年のポイントコア講座というのは130時間になります。100時間がチェックシートのインプット講義、30時間が論文の全過去問に対するスクリーニング講義ということになります。で一応、このような形で扱っていくことになりますけれども、ことしもです、ね、内容的なところもそうですけれども、不合格者のキャッシュバック制度があります。なるべく、ね、これは使わないでいただきたいところではあるんですけれども、やっぱり。 やるからにはですね、こちらも本気で取り組んでいくということになりますので、担当合格だけはちょっと条件になってきます。担当式に合格していただくことは条件になっちゃうんですけれども、担当式に合格して、論文式試験、手が届かなかった、どうしても合格することができなかったという場合には、ですねこの講座に関しては、シュバックということになります。こちらについては、ですねまたホームページであったりとか、興味ある方は問い合わせていただければと思います。なるべく使わないに越したことはないですけれども、それぐらい、の この講座自体本気で進めますというね、まあそういう意思表示だと思っていただければと思います。で、一応スケジュールの日程についてですね、えー、もうちょっと簡単にご説明いたしますと、まず、えー、スケジュールはまず講義回数時間に関しては先ほど申し上げた通りで、まあ一回講義、大の講義四時間で、えー、まあ二十五回ということになりますので、まあだいた百時間。で、過去問講義についてはまあ一回四時間ということになりますが、えー、こちらは。えー まあ、実務基礎科目以外の科目については、えー、直近の過去問の、えー、詳細な検討で大体1時間、えーまあ、残りの3時間で、えー、全過去問のスクリーニングという形で進めていきますで実務基礎科目に関しては過去問講義ということになりますで一応日程ですけれども、えー、このように、えー、12月の6日開講ということで、まあ、初回は多分無料体験できるかなというところはありますけれども、えー、こちらの方ですね、えーまあ、日程としては12月に始めて、まあ、大体 and uh -huh. uh -huh. uh -huh. 進めていくと4月の18日ですかね、4月の18日に全日程が終了するということになりますので、あ今年は担当式ですかね、予備試験の担当式が7月ということになりますから、その7月のある程度余裕を持って3か月程度前ですかね、うん、ぐらいまでにはこのポイントコアが終わっていて、でしっかりカリキュラム通りまり添削オプションをつけて、添削まで受けられたという方であれば、論文の対策としては担当の3か月、2か月半から3か月前 ぐらいの段階ですかね、まあ、少しあの答案の提出がまあ遅くなる方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、ポイントコア講座が終わって大体1ヶ月ぐらい,ぐらいの、ね、科目ごとに提出をしていくということであれば、まあ、担当式の大体2ヶ月前ですかね、えー、担当の2ヶ月前に全科去問の起案が終わっている状態で、まあ、担当対策に直前対策に向かっていけるという状況を作ることができるかなというところです。まあ、もちろんあの提出に関してはですね えー、あの締め切り、各科目ごとの締め切りはありますけれども、まあ、ご自身の,、えー、その締め切りがあるという、ね、前提ですけれども、その締め切り内でのペースに合わせて、規、えー、案をしていくということになると思います。でこちらですね、えー、一応 こ,こちらは過去問添削がついている方の価格とで、こちらが過去問添削がついていない方の価格ということになりますので、まあ、こちらの方はですねまた過去問をつけるかつけないかというのはある程度学習をされている方であれば、もう過去問もうしっかり刻んできているよという方もいらっしゃると思いますが、まあ、基本的には過去問は添削があった方がいいかなというのが個人的な意見です。あのどううしてかというとい過、まあ、過去去にに例えばですね、まあ、2年前に論文の過去問を一通り やってたよだから大丈夫だよっていう方もあの直近で合格していく方っていうのは、まあ、例えば短期合格の方とかで受けられている方っていうのはその直前に担当の担当でごめんなさい、えー、と論文の過去問全て解いてるんですよねでそういう状態である程度フレッシュな状態で、えー、臨んできますから、まあ、過去に、まあ、何年前かにやったとかっていう形であれば、えー、まあ、予備試験の論文受験生は毎年全過去問書くべきかなとは思ってますので、まあ、その都度あの抜けているところがないかっていうこともね新たな発見もありますのでまあ もしですね、えー、過去問の答案の起案ですね、えー、そちらの方も積極的にされたいという方は、まあ、こちらもキャッシュバックの対象にもなっているので、えーまあ、ぜひ積極的に、えー、検討いただければいいかなと思いますで今年ですね、チェックシートに関しては、えー、ある程度変えているところもあります、えー、まあ、出題傾向も変わっていますしあとはまああの記載内容についても、まあ、実際にま論文を書くにあたっては まあこのような点注意した方がいいよというところでこれまでは書き込みとして扱っていたところとかもえそのチェックシートをそのまま活字の方で載せたりとかまあ少しブラッシュアップをねえしているところですあとはまだえー追加論点ですねえ最新判例を踏まえた追加論点みたいなところもまあ達してはいますのでえ一応チェックシートに関してもまあ今年版ですねえ今年版のえ最新版を使って解説をしていくということになりますであとは実務基礎に関しても実務基礎科目のチェックシートの方を使って解説をしていくことになりますのでまあぜひえまあ有効にねえ活用していただき いただきながら私の方もですね解説するにあたってはあのもちろんポイントは当然ですけど私の方が全部作ってますから、えー、なのであの実際に作っていく中で、えー、こういうところに注意してほしいとかまあその作る作る作業の中でやっぱりあのポイントとして、えー、触れていくところっていうのい大体ありますので、まあ、その点についてもですね講義の中でどんどん進めていこうと思っております、えーまあ、12月6日開講ということになりますので、まあ、もしあの興味があられる方はですね、えー、まあ、無料体験もできますのでぜひ、えー、検討いただければと思いますそれでは、えー、私からは、えー ヒントコア講座のえ、ガイダンス講座説明は以上といたします。それではお疲れ様でした。